C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。C のはですね、埼玉県川越市というところですね。川越駅、東武東上線川越駅、埼京線川越駅、そこからですね、徒歩5分のところにある美容室になります。2008年にですね、人に優しく、髪に優しくというテーマでオープンした美容室です。2020年からですね、去年から私はですね、美容と利用ダブルライセンスなんですけども、利用の仕事をですね、本格的に復帰してやっております。だから美容室の中は美容室なんですけども、ちょっとね、一人でこう、ちょっとお顔剃りしたいとかっていうところもですね、させていただいております。そんな美容室です。今日はですね、何のお話をするかというとですね、求人のお話になります。まず C のにですね、来てほしい方。どんな人に来てほしいかっていうとですね、人を楽しませたい、人を笑わせたい、人のためになりたい、そしてお話しするのが好きっていう方ですね。それから技術的なところですね、カットに関してはある程度のところまではですね、しっかりこだわりを持ってやっていきたいなと思ってるんで、カットが好きな方、そしてですね、髪に優しくっていうテーマを持ってるんですけども、これに関してはですね、ダメージをなるべく加えない施術をするということをシーノはやっております。その、一番大きなものとしてはですね、ノンアルカリのですね、もうトーンダウン専用のカラーを使ってですね、なるべくダメージを減らそうという施術をしております。パーマに関してはですね、必ずクリープという技術を入れてですね、ダメージを最小限にしております。なのでダメージをなるべく加えないという施術をしているサロンになります。ここにですね、共感できる方、ぜひよろしくお願いします。一番最初に今日お伝えしたいのはですね、専門学生の方、美容専門学校、理容専門学校の方ですね、この方に向けてのお話になります。最初になぜ専門学生向けてのですね、お話をしなければならないかっていうとですね、 C のはですね、高校求人もしております。高校求人というのはですね、非常に厳しくてですね、夏休み期間中に企業見学があります。企業見学が終わるとですね、9月16日からですね、単眼の受付が始まります。1週間以内に合否の連絡をしなければいけません。ということはですね、9月の20日ぐらいにはですね、もう決まってしまいます。もうそこで決まってしまうと、専門学生をですね、取るキャパがうちにはなくなってしまうんですね。専門学生の人はですね、その前に来ていただきたいということで、一時募集としてですね、9月までの募集をしたいと思います。募集といってもですね、別に面接を募集しているわけではなくてですね、サロン見学にまず来てください。営業終了後8時から9時の間ぐらい、8時に来てもらってちょっとですね、待ってもらう可能性もあるんですけれども、営業がですね、終わってからの方がですね、きっちりとお話をできるので、ぜひそういう風にしていただきたいなと思います。ちゃんとした資料もお渡しして、気になるところ、そういったことを全部解消できるようにですね、親身になってしっかり答えますので、質問もですね、いろいろ考えてもらってからですね、ぜひ来てください。そんなにですね、気兼ねすることはないです。人生相談でもいいし、彼氏の相談でもいいです。僕に彼氏の相談をするとですね、非常に的確な答えが返ってきます。ですのでですね、彼氏彼女のご相談でもいいのでですね、ぜひ来てください。またですね、専門学生ですって言ってですね、カットの予約を取っていただければですね、カラーでももちろんいいんですけども、半額でさせてもらうので、ちょっと見学ちょっとあれかなっていう方はですね、ぜひですね、営業中にお客様として来ていただいて、その時にですね、専門学生ですっていう話をしていただければですね、その時に細かい話はね、いっぱいいっぱいしたいと思います。9月の第1週、第2週目ぐらいまでには、もし希望があれば面接を受けていただいて、合否を発表したいと思いますので、これがまず第一次募集とさせていただきます。高校生の方、高校生の方はですね、求人票がですね、7月1日に公開されます。 C のを見ていただければ、もうこれで全部わかるんですけども、高卒者免許取得サポートプログラムというのをやっています。でどういうサポートをするかというとですね、ざっくり言うとですね、 C のがですね、専門学校の入学だったりとか学費だったりとかっていうのを全部払います。スクーリングがあります。スクーリングがですね、3年間で50日あります。このですね、給料サポートもします。ですのでスクーリングがある月もですね、給料が変わらないです。
その金額、合わせた金額をですね、5年間かけて少しずつ少しずつ会社の方へ返してもらうというですね、そういうサポートになっております。これはですね、何がいいかっていうと、もしですね、奨学金を借りて専門学校に行った場合ですね、返済っていうのはですね、30代真ん中ぐらいまで10年以上続くんですよ。非常に負担が大きいです。ただシードの免許取得プログラムでしたらですね、5年でおります。ですので5年間頑張ればですね、免許が取れると思えば素晴らしいシステムではないかなと思うので、家庭事情で専門学校に行けないとか、専門学校に行けなきゃ美容師になれないんだ、理容師になれないんだ、ああダメだみたいに諦めてる方、こういった方にですね、手を差し伸べる制度になってますから、ぜひですね、夢を諦めないでください。絶対に夢は叶います。本人のですね、やる気とか、なりたいっていう気持ちがあれば絶対に叶います。そして先ほど言ったように、人と話すのが好き、人を喜ばせたい、楽しませたい、こういった方はですね、シードで絶対長続きします。ですので、私がそれに当てはまると思った方はですね、ぜひ企業見学の方へ申し込んでください。また企業見学じゃなくても、さっき専門学生のところで言ったようにですね、カットしに来ていただいても、その時にですね、すごく私美容師になりたいんですっていう話をしてもらえばですね、全部ですね話します。そして資料も渡しますので、これもですね、ぜひいらしてください。続きましてですね、パートアルバイトがしたい方へ向けてのご案内になります。主婦の方も OK です。そしてですね、ちょっと美容師疲れちゃったんだよな、ちょっと休んでたんだよなっていう方がですね、そろそろでも美容師やっぱり復帰したいななんて思ってる方の第一歩目としてですね、アルバイトをしたいとかってするのはですね、素晴らしいことではないかなと思います。そこでまたね、お客さんと接したりとかすることでですね、またふつふつとですね、美容師へのね、こう復帰の意欲みたいなのがね、高まってくると思うんですよね。ですので、アシスタントでもスタイリストでもですね、最初はですね、僕らのサポートをしていただきながらですね、アシスタント作業をしていただくのがいいと思います。そしてスタイリストで、ちょっとこう仕事から離れた方っていうのはですね、お客様を持ってると思います。そういった方はですね、僕らもサポートするのでですね、お客様を呼んでいただいてですね、ふわっとした雰囲気でですね、ゆるーくやっていくのがですね、復帰の第一歩ではないかなと思うのでですね、このね、パートアルバイトの方、これもですね、ぜひご相談ください。できればですね、土日手伝っていただけるとですね、非常にありがたいなと思います。というわけでですね、今日はですね、まずは専門学生の一時募集をしていますというお話、高卒者の免許取得プログラムサポートしていますよというお話、それからですね、パートアルバイトの方、こういう方もですね、ぜひシードに来てくださいというご案内になります。もしこれを見ていてですね、川越そんな遠くなくて行ってもいいよって思ってる方はですね、まず話をしましょう。話をして、 C のどういう美容室かなっていうのをちゃんと知ってもらって、それからですね、面接の方へ行ければと思っております。ぜひ皆様ご応募を、サロン見学のご応募をお待ちしております。インスタグラムのメッセージからでもいいです、電話でもいいです、ぜひよろしくお願いします。インスタグラムとかですね、そのリンクはですね、概要欄に貼ってあります。そこからですね、ご連絡をいただくのがいいかなと思います。それではですね、皆様のご連絡をお待ちしております。それでは皆さん、さようなら。